ばんは、山陽と申します。でどうやってやっとんだろう。さあ、ダンプラリーキーです。今日はね、ユナイモン線行こうというわけですね。特にね、何かあるでもね、今日ね、祝日なんですね。そう、仕事だったんで、仕事帰り、そうです、小物に仕事してるからね、そのまま小物駅の方に来て、やってるわけでございます。チャージしてもこれで行こう。よいしょ。あ、これはあれだね。どこだ。ここですね。あ、こっから乗ったらね、片道260ぐらいで行きます。これでパッと行きましょう。よいしょ。よし。山本の方面、ポイント。よし。さあ。せっかく今入れ直してまで広島だと思うんだけど、あそこね、入れ直せ駅まで行ったとて、こんな、お店がないんだよな。なのでね、多分もうすぐに行って帰ってになるんじゃないかな。ここはショートにまとめてもいいかもしれない。行って多分取るだけだよ。よいしょ。ここまで行ってても何回か来てますしね。はぁ、何分だ。イノベーション何分や。ちょっと、確か、日本の泊まりとかなんか作ってた気がすんだよ。昔は。よいしょ。まあいいや。よいしょ、元。なんか調べたら3分くらいで来るらしい。というか、あれか。今鳴ってるのか、ここで行き違いでやるかな。普通に仕事終わりなんで、普通に疲れてますからね。まあでもね、さすがに、米山温泉はちゃっと行きますからね。一回お帰ってもらうと、残るせいも圧倒的に、これでやっちゃった方が楽ですからね。一般的にどうなのかな、ここだけ行こうってすると、で、車があるんだったら桜か、やっぱ高くのかなって結構ね、いつも200円かでね、止めれますし。よし。これでよかったですね。こっちの棒が取った。よっ、取った。そんなに乗ってくれても、ね、まあ、でもこっちの方が来るのか。大場ね、まで帰ってる人が多分乗ってますからね。普通なんで仕事の人、多少はね、いるでしょうからね。でしょ。そう、ただね、ここ、分岐渡るタイプなんでね、早めに行っとかないか、閉まっちゃいますんでね。なんなら結構ちょうどいいぐらいのタイミングかもしれない。早すぎでもないでしょ。閉めましたけど、これは、近鉄名物。三種堂通りになりますからね。ホームタウンに閉めちゃうんですよね。で、一番前のところだけ、自動で開けれますよってことですよ。今は見づらくも閉めてるかもしれませんけどね。まあ、来た。で、龍の山を手に行って、
ていきましょう。まあ、2駅だけですけどね。あ、3駅か。中昆布の大場面だった。一緒。